ばんは。こんばんは。この教会の信徒で、福原と申します。今日は特別伝統集会ということで、皆さん来ていただいてありがとうございます。2曲ほど歌わせていただきたいなと思っております。まず最初の曲なんですけども、先ほども紹介していただいたんですけど、シンガーソングライターっていう、そういう曲で呼ばれるんですけど、自分で曲を書いて、自分で演奏して歌うっていう、そういう活動をしております。で、ゴスペルっていう、とですね、一般的に、大人数でこう手を叩いて、こっちのおばちゃんたちがこうやっているような、そういうものをイメージされる方も多いと思うんですけれども、メッセージっていう意味で、こうしてるっていうものを僕は届きたいなと思ってるんですが、自分のソロの活動とは別にですね、もう一つ、Without You っていう、こうしてるクワイアっていう、それは今さっき言ったような、何か、集まってですね、歌を歌うっていう、そういうスタイルのものになっております。で、そこの、Without You という、ゴスペルクワイアで歌わせていただいている曲がありまして、今日はその曲を一曲、披露させていただきたいなと思っております。で、サビの部分でですね、英語なんですけれども、Time to love、Time to hug、Time to pray、Time to forgive っていう部分ですけども、タイトルは The Time to という曲でして、Time to 何々に時があるっていう、そういう意味なんですね。Time to love 愛するに時があって、Time to hug 抱きしめるのに時があって、Time to pray 祈る時に、祈るのにも時があって、そして Time to forgive 相手を許すにも時があるっていう。私が生きている中で、それぞれこう、その瞬間瞬間がこう与えられているわけなんですけれども、今この瞬間、また今度許そうとか、また今度、愛を持って接しようじゃなくて、今この時に後悔しないで愛を持って接することができたらなという、そんな曲を聴いてください。I'll hear no more.
Oh.